和ズ花輪駅は、秋田県和ズ市、花輪坂中島にある、東日本旅客鉄道花輪線の駅である。和ズ市の代表駅である。花輪線の鮮明の由来となった駅として、東北の駅100線に選定された。切符売り場島式ホーム一面二線を有する、列車交換可能な地上駅である。直営駅。管理駅として、花輪線の秋田県部分にあたる。 湯性温泉駅東大館駅間の各駅を管理している。駅舎には緑の窓口、自動券売機がある。かつては、キオスクや立ち食いそば屋もあったが、いずれも平成末期に閉店となった。駅員は6時15分から17時15分の間、配置され、早朝夜間は駅員が不在となる。森岡運行管理の乗務員宿泊所が併設されている。 以前は夜間に設定されていたあわらや新町止まりの列車も当駅まで改装され退白していた。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は197人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前バス停数の花は駅前バス停が駅前に設置されている。森岡駅、仙台駅、関東方面及び 大館市方面の高速バスのほか、路線バスが停車する数野市のバスターミナルである、陸中花輪駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。